ポップティーン TV。 あとポップティーンの下、いいじゃないですか。英語の役が可愛い。エヴァニートレイズやね。これ生まれた赤ちゃんって手形いますね。おやいいじゃん。可愛い。失礼だ。今こうやって一人で撮ってたの私見ましたよ。ねえ、白目記念日だこれ。白目記念日ひどいな。じゃあ質問を100個答えていきたいと思います。リコ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 、どうもリコです。 B 2002年12月4日です。神奈川県です。もともとアナップガールっていうブランドさんのモデルをさせていただいてたので、そのアナップガールの店員さんがつけてくれました。わかんないけど、多分なんですけど、あの東尾理子さん、東尾理子さんみたいにゴルフをする子に育ってほしいっていうのでお父さんがつけたって、なんかどっかで聞いたことあります。明るい。長所っていいところですよね。長所？基本笑える。素直じゃないところです。趣味は、なんでゴルフなんですか？ゴルフじゃないです。ゴルフはたまにやるから、まあまあ趣味っちゃ趣味かもしれないですね。バランスボールに乗ること。ショッピング。作る食べる花目さん。ワンオクロックさん。トマト。しいたけ。人間。水とかも OK ですか？水、何リットル？そんなの2トンぐらい持ってきたいですよ。まあ、あとはお肉食べてればいけそうだから、もうお肉めっちゃ大量に買って、それも2トンぐらい持ってって、あとは携帯。ダメだダメだダメだ、わかった、 Wi-Fi 充電器携帯だ。よし、変顔やだ、もうちょっとカウントしてください。ね、正確だからじゃあもう一回。はい、うん、はい。はい、よりのない。2個あって、だいたい2分とかずらしてるぐらいです。目玉焼きを食べないです。トースト。マンゴーパッションフラペチーノ。ネオちゃんです。今一番会いたい人、今一番会いたい人、小学校の時の先生。アイリングとカノンは、なんで会いたい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 ですよ、会いたいですけど、なんかその人生を長くしすぎた。リコ今ちょっとごめんなさい。私もわかんないです。でもなんかでも人見知りする時はしてるような気がするので、でまあいろんな方と関わることが大切なんじゃないでしょうか。
結構でもリコ地味に家で落ち込んでるかも。でも、まあ、そういう時は学校の友達と LINE したり電話したりします。中学2年生とかの時です。ビューラーまつげ、渋谷原宿が多いと思います。でもなんか最近じっくり派になりつつあります。前まではもう速攻だったけど、お父さんに誕生日プレゼントでなんかストレートになるチームアイロンみたいなの買っていただいて買っていただいてそれがすっごいサラサラになります。早寝早起き、いつどこで誰に見られてるかわからないよって自分に聞かせてます。めちゃくちゃ大変です。でも頑張れてます。書務係ほんとこのままです。多分うるさいって思われてると思います。ごめんなさい皆さん。中の中ぐらいです。いや、そうでも中の中ぐらいです。リコ制服ディズニー貯金、いやいや言ったら秘密じゃなくなりますから。何言ってんですか本当に。ここだけの秘密とか言うけどさ、秘密じゃないじゃないですかそれ。しかも秘密なんてないし、リコないです。本当にない。でもお父さんに言ってないよ多分。中学3年生の時に、これ人生で過去最低点数なんですけど、社会で34点ぐらい取ったことあります。で、その時にお父さんとめっちゃその成績とかで仲悪い時期だったから、お母さんと協力して絶対お父さんに言わないようにしようねって言ってバレなかったっていう。もう言っちゃったから言っちゃなかったじゃん。まあでも2年前のことなんで、まあいいとしましょう。ごめんなさい。弱点なんだろう。でもなんか自分が結構あんまりいじられることがない、ガイさんにはすごいいじられるんですけど、いじられることがあんまりないから、いじられるとすぐ赤面症が出ます。縄文弥生古墳飛鳥ならへかも。まあ縄文時代で、いや絶対やだ絶対やだ絶対やだ、なんでなんでなんで絶対やだ。いいいい、あ平成に戻る。ねえもうさ、だんだん非現実的すぎて、地球最後の日何しようかな。まあ、家族で家でエンジンとか組みます。地球最後だよって言って。そんな感じ。大人っぽくなったね。ムカつくっていうか、ムカつく、あ取れた。ムカつくはないけど、子供っぽいねって言われるのは、あまだ地元に慣れてないなって思います。寝る、いろはす、さっきのペンキ塗り、あ泣きましたね。4日前ぐらい泣きました。マネージャーさんと喧嘩して。わかんないな、結構悩むかも。でも一回男性で、頭、手首。顔、いや対処法とかは別にないですね。なんか普通には受け止めます。その意見もありがたく。でもいっぱいあるな、すごいいろいろ思い出。でも最近で言うと運動会が普通に楽しかったです。いやいやいや、だからなんでそうやってアリカのその背中をどうしても入れたがるんですかっていう話ですよ。ねえねえ、本当によくない、そういうの。いや、アリカもすごい楽しいし、それこそ自分が専属コンテンツさせていただいた時も楽しかったですし、嬉しかったですけど、思い出ってなるとなんか、まあ、思い出です、全部。はい、思い出です、もうどうせ。だって変な風に編集されるのも、もう怒る。ありますね。ガイさんにこうやっていじられることが、辛いです。だから今も現在進行形、辛いです。好きなところはすごい本当に学校みたい、第二の学校みたいな感じです。すごい楽しい、いろいろイベントとかもやってくださって。
いろいろあると思うけど一緒に頑張りましょう。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。でも100室が叶ったんで、アリカで100室、アリカでディズニーに行ってみた。ところでの使い方絶対違いますか。可愛くなったの？可愛くなったのですか？いや全然まだまだですけど、なんだ、でもポップティーンに入らせていただいてから結構なんか毎月変わらないとなっていう意識は芽生えたのかなって思います。皆さんのご想像にお任せします。秘密、会話が続く、面白い方、なんか苦手というか、なんか敬語とかはあまり周りとかに使えない、感謝の気持ちとかがない方はちょっと苦手というかって感じです。なんかもうそればっかになっちゃいます。頭の9割ぐらいパカンって取られちゃいます。まあ、それもそれで9割ぐらいそればっかになっちゃう。超ベタなデートしたいです。もう本当に遊園地って新幹線じゃない、観覧車乗るとか、観覧車乗るとかそういうのしたいです。でもあんまりやんないからな。でも緊張っていうか、まあまあ緊張はしますね、そりゃ。いや、ないです。いや、本当にないですよ。本当はって言って言うと思ってるんですか。しかも何かあったところで。でも何でも嬉しいですけど、私そのバレンタイン男の子にあげたことないので、多分私があげない限りホワイトデーってもらえないですよね。っていう話です。勘ですけど25歳とかその辺です。夫さんと子供2人とか。そう、好きです、付き合ってください。恥ずかしないこれ。しかも早いですからカウント始めるの。なんか照れながら言ってほしいです。別にだからといって無理に照れられてもちょっと困るんですけど、普通に好きってことは言ってほしいなと思います。ぜひイベントに来てください。全然、むしろ声かけていただきたいです。離婚コミュニティになるには、笑ってればいいことがあるって思ってるんで、皆さん笑いましょう、一緒に。まあ、どこの状況で、どの仕事をしてようが幸せでいたいです。心が広い、謙虚な女性です。普通に高校生やってて部活とかも入ってたと思います。1、気分、エステとかに行く日を作りたいです。今日はメンテナンスデーみたいなことをしてみたいです。私学校通ってるので普段そういうのができないので、まあ、それが大人なのかなと思います。富士山を近くで見たいです。近くで、別に決して登るわけではありません。近くで見たいです。本当はじゃあ、いや何を求めてるんですか。正解教えて。何、琵琶湖とか言うんですか。琵琶湖で、じゃあ台湾、タピオカ飲んでみたいです、本場の。いや急に難しい、レベチきた。ちょっと待って、あ、なんちゃら、り、なんちゃら、か、なんちゃらってことですか。分かった、挨拶、利益、家庭科。分かった、あなたが離婚されたら駆けつけます。旬。旬です。病の次は旬が流行るらしいです。旬で終わったわって、病より早く終わった。もう本当に全部物事死んで終わったわってなるんですよ。本当に一瞬でみたいな感じです。死んで終わったわ。ねえ、ひどい。普段意識してないとめちゃくちゃ早口。いつも応援ありがとうございます。本当にリコリコのおかげで今回こういう風に100室とかも叶えられたので、これからも一緒に成長していけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。大好き。ねえ、もうむず難しく
くないですか。え、私四文字熟語なんて一石二鳥ぐらいしか知らないんですけど。人に笑顔の絵に良いに丸人絵よ丸人絵よ丸です。なんか人は笑ってればいいことがありますよ花丸みたいな感じです。あ、終わったんですか。え、結構あっという間でした。すごい、でも本当楽しかった。楽しかったとか言ったらダダ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 ダ、あの、本当にすごい100もあっという間でした。思ってたより基本大体答えられたので良かったかなって思います。ありがとうございました。死んだ死んだ死んだ、あ、つかない忘れてた。あの、100も本当になんか旬で終わってすごい楽しかったです。本当やれて良かったです。ありがとうございました。ということで100問終わりましたが、紙面では、まあ、こんな感じでね、いろいろ私をギュッと詰めてもらったページになっていると思うので、皆さんぜひ2月1日のポップティーン3月号チェックよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。バイバーイ。好きな学生は動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画も見てね。ポンチュルー。